マスターキーを奪ったオシスは自らが穏美隊火炎であり帝の遺産を継ぐ真の後継者であると主張。その証明として聖廟地下に隔離されていたたたり殲滅を図る。しかし称号システムによりオシスは自分が帝のクローンでしかないと知る。真実の前に絶望し打ちひしがれるオシス。結界を解かれたケージから大量のたたりがあふれ帝都を埋め尽くす。たたりを殲滅するため帝は衛星アマテラスからの霊気振動波照射を決行。帝都中枢に残り自ら引き金を引くことで大和滅亡を阻止した。帝に今生の別れを告げ緊急用のゲートで脱出した一行は九十里近郊の遺跡へと転送された。そこはかつて白が目覚めた場所だった。ヤクトワルトさん、見張りを変わりますよ。おっと、もうそんな時間かい？ヤクトワルトさん、さっきはああ言いましたけど、その…もじもじするなんて男らしくないね。言いたいことがあるなら、さっさと言うじゃない。はい。交代する前に川屋に行きたいのですが。ああ、キウルもかい。やっぱり冬になるとか聞くと自然と近くなるのかね。ん？のということは私の他にも？ああ、旦那も川屋に用があるとかでさっき出て行ったじゃない。それにしてはやけに遅いのが気になるけどね。兄上だから大丈夫だとは思いますが、獣に襲われたのでしょうか？もしそうなら大騒ぎになっててもおかしくないじゃない。ま、川屋ついでに散歩でもしてるんだろう。そんなことよりお前さんは川屋に行かなくていいのかい？そうですね。それじゃあすぐ行って戻ってきます。キウルのやつすぐ戻ってくるって言った割には遅いじゃない。やれやれ、迷子にでもなったのかね。仕方ない、探しに。この声は。とにかく急ぐじゃない。こっちに来ないでくだ。キウル。ヤクトワルトさん。一体何の騒ぎ？ってこりゃ。襲ってくるようなもんの気配はないと思ったが、まさかこんなにいるとはね。冷静になっているところ申し訳ないのですが、助けてください。助けてやりたいのは山々だが、こう数が多いとそっちに行くのも一苦労じゃない。すみません。さてと、ちょっとの間こっちに集中してもらおうかね。お待たせしました。ようやくかい。と、
いつもならこれだけ痛めつければ退散するってのに、どころか異様に殺気立ってるじゃない。もしかしたら先の騒動が何か関係してるのかもしれません。この獣たちがもし天幕を見つけたら、寝ている人が大勢いますし、すぐには対処できないと思います。となるとここはあえてこいつらを引きつけて、天幕とは逆方向、雪山に向かうのが正解ってことになるかね。そうですね。幸い獣たちの注意は私たちにしか向いていません。私たちが移動すればおのずとついてくるかと。じゃあ一斉に雪山までかけていくじゃない。はぐれたら獣たちの餌食だ。絶対にお互いを見失わないようにしないとな。はい。よし、ここまでおびき寄せれば。ええ、上出来じゃない。さてと、あちらさんが待ちきれないようだし、心で片付けちまうか。